はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の母集団と標本丸2をお送りします。で、前回からねこのタイトル始まって、これで2本目、まあ一応これで終了にはなるんですけど、今回は文章系の問題を2問やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、まあ、厳しいと思う方は今からね自分の方が解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回、まあ、1番2番始まる前に P1 と P2 が置いてあります。だこれは、正規分布の時にやりましたけど、この値を使ってください。本当はねその表で読み取るんですけど、で、まず1番がこれね、ちょっとゆっくり読みますね。結構ややこしい。母平均が120、母標準偏差、なんだ、母標準偏差が30を持つ母集団から大きさ100の無作為標本を抽出するとき、その標本平均 X バーが123より大きい値を取る確率と。これ慣れてない方はもう眠くなるよね心が折れそうな問題になってますけど、で、これちょっとまとめます。あのね、問題を掴んでしまえばそんなに難しくないので、やることはちょっと掴んでください。で、前回の動画でも説明したように、母集団と標本ってものがあります。で、もう一回復習します。母集団っていうのは元々の集団、もういっぱいあるんです。で、今回は数が書いてないんですけど、まあ、いっぱいあると思ってください。で、そこを全部チェックするのが大変なので、標本、無作為ね、そのランダムに何個かを取り出して調べたものを標本と言います。で、今回はそのね、母集団の数はない、もう何千、わかんないですよ、何千何万かわからないですけど、そいつらの平均が120なんです。で、標準偏差が30、もともとの母がついてるからね。で、そっから大きさ100、つまり100個取り出したんです。抽出するっていうのは取り出すって意味なので、で、取り出した時に取り出した標本の平均、標本平均は取り出す方法、こっちね、こっちの平均を X バーってよく書くんですけど、それが123より大きい値を取る確率を求めようって言ってます。つまり、今回、1番でね、ごちゃごちゃ書かれてるけど、出したいものは確率だから確率なの。で、何の確率かって、X バー、標本平均が123より大きいから、これを求めたい。これのね、確率を求めたいんです。で、そこに持っていくためにいろんなちょっと技を使っていくんですけど、でも、使う技は、正規分布丸3、だから2個前の動画かなの時にやった知識を使います、そこをね。ただ、1個だけ今回覚えてほしいのが、これですね。どこに書こうかな、この辺でいいか。N、カッコ、M の N 分のシグマ2乗です。これを覚えてほしい。で、これ何かっていうと、X バーはこいつの正規分布、これに従うんです。で、それぞれ何かっていうと、M は平均です。つまり母平均。こっちです。母平均ね。今だったら120を使ってください。で、シグマは母標準偏差なんで、ここは30を使ってください。で、N は何かっていうと、これは抽出した数です。今回100ですね。それを入れます。で、X バーはこれに従うんです。つまり、入れてしまうと、これ後々ね、また書きますね。あ、こっちに書こうか、じゃあ。書くと、N は、120の、100分の30の2乗。2乗が被った。ちょっと待ってね。で、こうなります。で、これを書き直すと、100分の30の2乗なので、これ、10、まあいいか。普通に計算しても構わないんですけど、120。下が10の2乗なんで、10、書こうね。口じゃない方がいいね。10分の30の2乗って考えられます。上も下も2乗なるんでね。つまり、これ3の2乗だよね。計算すると。つまり今、これに従うという状態になってる。で、こっから正規分布の時の話に戻るんですけど、正規分布の時にやったように、正規分布は標準正規分布に話を持っていくんだよね。で、そのために使う知識が、まあ、Z だよね。覚えてるかな ?Z イコール、今回だったらここ、3分の
x バーマイナス120を使います。で、これがハテナが出る方は2個前の動画、ごめんね、申し訳ないんですけど、ちょっとチェックしてみてください。で、ここの z に話を変えれば、この p を使うことができるので、標準正規分布になるからね。じゃあどうするかっていうと、ここから話を戻します、ここ。もともと出したかったこいつを、x バーから z に話を変えると。だから、どうするかっていうと、今、x バー、ダイナリーついてますけど、123を入れてみるんです、ここに。で、入れると、分子、上が3になるんで、3分の3なんだよね。つまり、Z が、こうなります。これがね、すごいシンプルに形が変わる。で、あとこれを出したいんですけど、これ一応書こうか。0.5 使うやつね。で、これ今標準正規分布になってるんで、まあ、軸にこう対称になってると。で、1より大きいところの面積を考えてるから、1より大きい、ここだよね。で、右半分とか左半分、右半分だけでいいか。って考えるときに、右半分の面積全部は 0.5 なんです、ここ。まあ、その時やったやつだね。0.5。そっから、0から1のところの面積を引けばいいんだよね。1より大きいところの面積を考えたかったら。だから、こいつは、0.5 から、0から1までの部分。で、0から1までの部分ってのは P1 のことじゃないですか。その時やりましたけど。だから、P1 を引けばいいんで、ちょっとね、入らないかな。いや、いけるか。つまり、P1 を引けばいいんです。で、0.5 マイナス P1 が今、0.3413 って分かって書いてるからね。本当は表を使うことが多いですけど。なので、あとこれ引き算して、0.、こちら行こうか。78、0.1587 か。これで終了となります。OK しちゃうね。ちょっと2段階でね、変形持ってってるんで、ややこしいと思います、きっと。ただ、その標本平均をやりたいときには、まずこれを使うの。これをね。使って、あ、これに従うんだと、正規分布ね。これに従うってことが決めてしまえば、正規分布丸三、2個前の動画でやった、こいつを使って、Z に持っていけば計算できるよねっていう、ふうな流れで持ってってください。では、2番いきましょう。で、2番はですね、ある学校の生徒を募集団、まあね、こういっぱいいます。高校とかのイメージは何でもいいですけど、学校の生徒を募集団としたときに、まあ、全員調べるのは大変なんですけど、まずその身長の平均、つまり母平均ね、今。が165。で、母標準偏差。母って書いてないけどね。が4センチの正規分布を成していると。になってるって言ってる。で、この母集団から無作為に64人の標本を抽出します。で、その抽出した標本平均が164センチ以上、166センチ以下である確率はいくつかというのを求めていきます。でも、同じです、これは。やることは同じ。で、まず、じゃあ、まあね、さっきと同じで、求めたいものを確認すると、確率なんで P です。で、標本平均のことを言ってるから、X バーがこれ以上、これ以下。つまり、164以上、X バーがね。で、166以下と。これを求めたい。で、さっきみたいに、こうやって、Z に持っていきたいんですけど、Z に持っていくためには、まずこっからいきます。で、ここね、ちょっと矢印持ってきてもいいか。一応持ってくか。持ってきて、N。まず M いくつかっていうと、母平均なんで165。で、抽出で N 分のシグマ2乗なんで、N は抽出した64。で、シグマがね、標準偏差なんで4だから、4の2乗とこうなります。で、ここはほとんど計算ができるようになってるので、165。で、64が8の2乗なんだよね。だから、8分の4の2乗って考えれば、2分の1の2乗になります。こうなると。で、こうなったら、この Z のやつね、やったやつを使って、よいしょ。Z イコール、ちょっとね、
書き方が分数分の分数になっちゃいますけど、一応書きますね。2分の1分の x バーマイナス165となります。まあひっくり返してね、 2x バーマイナスって知ってもいいですけど、ひとまずするとこれに置いとくね。で今回これを使えば z ね、標準あとね、あれに持っていけると。だからこっから p x バーを z に話に変えます。まず164を入れると分子がマイナス1になります。でマイナス2分の1分のマイナス1なんで、これ計算するとマイナス2になる。で z に変わります。166を入れると分子が1です。2分の1分の1なのでこれ2になります。でこうなったから、あとは面積考えて計算していこうと。で一応書きますかね、ちょっと時間長くなっちゃって申し訳ないですけど。で標準正規分布になってるんで、こう軸でね対称になってると。でマイナス2から2なんでここね、なんですけど、この0から2の部分とマイナス2から0の部分対称なんで必ず同じになります。だから0から2が2つ分って考えることができる。面積同じだからね、右と左が。だからこのマイナス2から2までどうなる、 P を使ってね、こいつを使ってどうなるかっていうと2倍の P2 になります。 P2 っていうのが0から2の部分、それがこっちも同じのがあるから2つ分だよねっていう。で、2かける、P2 が 0.4772 だから計算して0.9544 か。これで終了となります。いいかな。ここの文章系の問題はね、ちょっと一瞬えって思うんですよね。ただやり方を覚えてしまえば、まあこいつ新しく出てきたのはこいつだけだし、でこいつに関してはね前回もやってることなので、まあ、この2つを使って1回持ってきて、もう1回持ってきて、あとは P 使ってやろうぜみたいな流れでぜひね解いてもらえたらと思います。では今回は高校数学数 B の母集団と標本丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で数 B あと1本か2本で終了になると思います。次回ちょっと推定っていうところ、最後ねちょっとまたタイトル変わっちゃうんですけど、それを1本か2本取って終わりとなりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。